こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はお待たせしました、ラーメン二郎についてお話ししたいと思います。はい、あの全国のジロリアンの皆様、はい、私もね、ジロー大好きなんですよ。というのも、以前ですね、私、ちょっとね、神保町の方に住んでたことがありまして、あのね、ラーメンジローね、神保町店をね、毎日眺めてたんですよ。はい。でね、もう本当にね、もう、皆さん、私も信者の一人なんですが、はい、もうね、すごいですよね。はい、皆さんね、もう、一言も発さず、もうずっとね、長蛇の列ね、並んでますよね。はい、でね、店内に入ってもね、粗相のないようにね、私もね、いつも心がけてます。はい。でね、私ね、ラーメン二郎神保町店ね、たまに行くんですが、ね、ちょっと量が多いので、麺はね、半分よりね、少なめにしていただいてるんですが、もうね、そんなのね、ジロリアンじゃないってね、言われてね、ちょっと、言われると思うので、ちょっとね、反省します。はい。けどね、本当にね、私もね、ジロー大好きなんです。もうね、やっぱね、たまに食べないとね、ダメですよね。もう中毒性があるね。本当にもう大好きなラーメン。はい。ですね。ということでね、今日はね、ラーメン二郎についてのお話でした。ぜひ弓矢さんにお越しの後はですね、ラーメン二郎神保町店おすすめです。ご清聴ありがとうございました。